西川翔吾西川翔吾は広島県広島市中区出身のサッカー選手。広島修道大学出身者として唯一の J リーグ選手。2017年に結婚2019年 FC 琉球 HP 上では未婚となっていることから離婚したとみられる。中学時代は広島大がフットボールクラブに所属。この頃から DF としてプレーし始めた。 広島市立沼田高校から広島修道大学小学部経営学科へ進学しサッカー部に所属。在籍中、サンフレッチェ広島のホームである広島ビッグアーチでボールボーイをしていたこともある。転機となったのは2003年天皇杯広島県予選にあたる全広島サッカー選手権大会でサンフレッチェ広島ユースと対戦した際に スカウトの足立治の目に留まりサンフレッチェ広島の練習に参加。監督の野の強にも認められ、翌2004年2月に特別指定選手となり、公式戦6試合に出場。また、2004年12月には、修道大学の主力として、全日本大学サッカー選手権大会に出場し、予選リーグ初戦で筑波大学と対戦。 当時筑波に所属していた平山壮太を抑え、勝利に貢献した。ただ、同大会決勝トーナメント初戦も同じカードで敗戦している。その後シーズン終了後に現役大学生のままプロ契約を交わし J リーガーとなった。同期入団は前田俊介、佐藤明大、高柳一世、森脇良太、桑田慎一郎、中尾真奈、入選和馬。 2005年終盤には、レギュラーとして活躍。2006年3月には、広島修道大学を卒業したが、チームの不振や、監督交代もあり、出場機会が激減した。2006年9月に出場機会を求め、即戦力 DF を求めていた徳島ボルティスへ、レンタル移籍。レギュラーを獲得し、一時は、ゲームキャプテンを務め、 レンタル元の広島からゴールを奪うなど活躍した。2009年、広島へ復帰した。しかし、ディフェンダーにパスワークへの参加、足元の技術を求めるミハイロ・ペトロビッチ監督のスタイルに対応することができず、半年後の2009年6月には、主力に怪我人が続出していたモンテリオ山形へ、再びレンタル移籍した。 加入後すぐに主力に定着し、移籍初戦で1ゴール1アシストしチームの勝利に貢献。その後も活躍を続け、守備のようとして山形の J1 残留に貢献し、山形への完全移籍を果たした。2016年に横浜 FC に完全移籍。2018年、栃木 SC へ期限付き移籍。2019年、FC 琉球へ移籍。 2019年12月、現役引退と FC 琉球のフロントスタッフ就任が発表された。なお、プロサッカー選手としての引退であり、2020年は前述の FC 琉球フロントスタッフと並行して沖縄県一部リーグの FC セリオーレに所属し、プレーを続けている。ありがとうございます。